今回のチャフィーズトラベルチャンネルは品そば澤田をご紹介します。新宿にある人気の行列店、あらかじめメニューを見ておきます。おすすめは2種類のワンタン、まもなく入店できそうです。カウンター10席のみ。チケットを購入します。白2種のワンタン麺と特製の昆布水つけ麺をチョイスします。こちらのカウンター席を利用します。2021年オープンの綺麗な店内、味変用の一味唐辛子、胡椒、塩、プライバシーが守られるグループごとの仕切り、まもなくラーメンが提供されます。昆布水つけ麺の食べ方を確認しておきます。昆布水つけ麺から提供されました。品そば澤田の人気の一品、レア肩ロースと豚バラと味玉、中太ストレート麺、エビと肉の2種類のワンタン、醤油系のつけ汁、こちらは白醤油品そば2種のワンタン、エビと肉のワンタンが2つずつ入っています。品そばと2種のワンタン、昆布水つけ麺とともに澤田のおすすめ2品。スープは丁寧に作られた鶏チンタン、細めのストレート麺にスープが絡みます。次は昆布水つけ麺をそのままいただきます。トロトロの昆布水をダイレクトに味わえます。中太の平打ち麺をチンタンスープでいただきます。チンタンスープと小麦香る麺と昆布水の旨みが口いっぱいに広がります。他では味わえない昆布水の濃厚なトロトロ感、ずっしりとした大きめのワンタンは満足度も高い。この昆布水つけ麺は一度は食べる価値のあるラーメンでした。今回のチャフトラは品そば澤田をご紹介しました。日曜日と水曜日に動画を更新していきます。チャンネル登録とベルマークのクリックよろしくお願いします。